デビット・ニーブンはイギリス・ロンドン出身の俳優。洒落た髭が特徴で、都会的な紳士役で、長らく人気を博した。スクリーンの息の化身と称された。英語での発音は NVN。父、ウィリアム・ニーブンは軍人で、デビットが幼少の頃に第一次世界大戦のガリポリの戦いで戦死した。ヒーザーダウン、サウスシー、バックスの学校を転々とし、 ストーパブリックスクール卒業時に正規軍の入隊が許可される3人の学生の筆頭に選ばれる。そこで、サンドハースと王立陸軍士官学校卒業後にハイランド系 F 評士団に入隊、マルタ島中東が多く軍人になったものの、その任務に満足ができず除隊する。カナダに渡り、職を転々とした後、この F 票第一連隊の元中佐の援助を受けて、 アメリカ合衆国へ向かう。ニューヨークでもパーティーの給仕セールスマンなどの様々な職につき、アメリカンポニーエクスプレス競技協会の設立に参加するが、この計画は途中で頓挫してしまった。そこで映画の仕事にありつこうとカリフォルニア州に向かい、エキストラ協会に登録。最初に与えられたエキストラの仕事は、メキシコ人の役だったという。1934年に、 エドマンド・グールディング監督と知り合ったことから、大物プロデューサーのサミュエル・ゴールドウィンに拾われ、1935年に過去から来た男で、初めてセリフのある役を与えられる。その後は1949年に契約が切れるまで、ゴールドウィンの下で、第二のロナルド・コールマンとして、大いに売り出していったが、全く演技素養がないことが災いして、次第に伸び悩む。 1939年から1945年の第二次世界大戦中はイギリス陸軍に大佐として従軍し、ブリティッシュコマンドスにも参加した。ちなみにニーブーンは王将した最初のハリウッドスターだった。戦後は再びアメリカに活動の中心を移し、私的でありながらユーモアセンスも合わせ持つ。 独特の雰囲気から人気が出始め、1970年代まで安定した人気を保った。1952年に、ディック・パウエル、シャルル・ボワイエ、アイダ・ールピノと共にフォースター・テレビジョン・カンパニーを設立し、テレビ番組を制作した。1956年に権利を1000万ドルで売却した。1956年の80日間世界一周では、 ケダカイイギリス紳士役を演じた。その後1958年に、旅地にてアカデミー主演男優賞を受賞する。その他1962年、ピンクの表では、怪盗ファントム役で出演し、イギリス紳士らしい気品とユーモアあふれる演技を見せた。そして1967年、007カジノロワイヤルに出演する。この作品で彼は、ジェームズ・ボンドを演じる。ちなみに、 原作者、イアン・フレミングが、イオンプロ制作の最初のボンド役に最も望んだのが、彼であった。イアン・フレミングがボンドを創作する際、彼をイメージして書いたとも言われ、ボンドの少年時代から、青年時代の設定が彼の生い立ちと似ているのも、そのためである。また、小説、零零七は二度死ぬの中で、キッシー鈴木の回想に、デビット・ニーブン本人が登場する内容もある。 デビット自身も文筆にも才能があり、1971年に発表した辞典はベストセラーになったほか、その姉妹編や小説も出版した。1973年晩年は長い闘病生活で、1983年に俗にルー・ゲリック病といわれる筋縮性側作、硬化症でスイスのシャトーデイに手を去った。遺作は、 1983年に公開され、20年ぶりに彼の当たり役であるファントムを再び演じたピンクパンサーゴ・クルーゾーは二度死ぬ。1940年にイギリス人弁護士の娘、プリムラ・ロロと結婚、二人の息子を設けるが、1946年に彼女がパーティーで階段から転落死するという悲劇に見舞われる。1948年に スウェーデン人モデルのヒョルディスパウリナ・テレシュメデンと再婚、二人の幼女がいる。プリムラとの息子のデブット・ジュニアは、俳優、ジャミーは、サザビーズの競売人になった。ありがとうございます。